もやってないからね、あんまり顔動かさないように喋ってます。私化粧水とか乳液全然すぐやんないタイプなんだよね。なんかカピカピになってからやるタイプ。まあもうカピカピなんですけど、君も私のものじゃない。カピカピかゆくならん？ならんよ。カピカピになってからじゃ遅い。うん、私はすぐやる。私は結構ね、髪乾かし終わってもう寝るかって決心ついてからやります。いつも何かかわいそうなんだよね、肌がそういつもメイクして、それで洗顔するでしょ。それですぐ化粧水ってなったらなんか肌かわいそうって思ってほっといてる、こういう時間に。カピカピの方がかわいそう？わかる、染み込む感じするよね。でも基本的にパックだから冬は。だからすぐやった方がいいよね、絶対。全くやる気が起きないんですよね、スキンケアって。マジ大嫌い。スキンケア大嫌いなの。めんどいよね。この時期いくら保湿しても乾燥する。うん、私最近めっちゃいいの見つけたんよね。まあだから一生愛そうと思ってるんだけど、イニスリーのクリーム使ってます。今は一生愛すって決めてる。なんかね、やっぱ私皮膚が薄いからテクスチャー重めなのがあんまり合わなくて、緩めなの、緩めでしっかり保湿みたいなやつがいいなと思ってます。もうさ、すっぴんだとやっぱさ肌の粗が目立つよね。歳だよね。で肌かこつければいいでしょ。ふふ、やばい乾燥機買ったら乾燥とおさらば乾燥とおさらばできたの。乾燥するとだんだんさ、ここら辺がさツルツルになってこない？わかるかな、加湿器今の上なんつってた。加湿器って言ってなかったですか。私乾燥機言ってました。おもろいな今日もの P、 やっぱり今洗濯物乾燥機してたから、乾燥機かけてたから。だよね、絶対メモも来て、来てない、来てないよ。意外と頭は起きてるんだけど、最近はちょっとね
昨日一昨日あたりからちょっとノイピーはまたダメなサイクルに入ってるんですけど、気持ちがね。そう、それで今ねミナも実はちょっとダメな時期に入ってるのよ。でそのもう今日ミナにラインして、ミナとラインしてて、やっぱちょっとダメかも最近って。そしたらは私もだわみたいな。それででお互いどうしたの、こうしてこうしてどうしたみたいな話をしたんだよね。そしたらさっきなんかすごい長文でみんながメッセージくれて、もう持つべきものはみんなだなって思った。そう、持つべきものはみんなだなって思いました。素敵、素敵がそれの持つべきものはだった。そう、メールの件名ね、持つべきものはカトミナでした、選ばれたのはカトミナでしたみたいな、あやたかでしたみたいな言い方しちゃった。でもなんかさ、なんていうの、寂しかったんだよねみんなが卒業した時。マジで今考えると、これからのエピはもう卒業しますけど、そう、明日山ここ最後、確かに明日千秋楽ですね皆さん。さ、山ここ1ヶ月前から始まり、しっかり1ヶ月間で終わる。ねえねえ、ネムム来てるかもしれないね。なんかこの感じなんかぼーっとしてきたもん。なんでみんなが分かってヌビが分かんないの、おかしいでしょ。はっ、来てるわ、来てた。だって今うん、あくび出たもん。早かったね、1ヶ月しかやってないですよ。明日の公演も楽しみです。1ヶ月だよ公演。そのためにみんながあんな曲数覚えてくれました。2月ほんと秒だったな。ほんとに秒だった。え、結構マジで秒だったんだよね2月。2月ほん、え、秒だったよねこれってさ、私だけなのかな、私だけ感じてんのかな、この秒っていう形を。過去一秒だった、よかった。秒すぎてびっくりしてんの。2月って気づいたら終わってるけど、マジで終わった終わる、早い。2月あるあるですね。
もう2月に卒業ってなんか信じられないな。体感3日、マジでそうだね。2月ってやっぱ病なんだ。てかでもさ、確かにさ、そのなんかもう去年とか一昨年をさ振り返ってもさ、1,2,3月ってなんか記憶なくない？病じゃない？でなんかさ、4月ぐらいからやっと起きてきてさ、まあ5、6月でなんかやっと始まった感じしない？わかる？ 1,2,3月ってマジでなんか記憶ない。で4月5月ぐらいであれみたいな、あもうあもう始まってんのか今年みたいな気持ちになって、6月7月8月で家こそえよってなる、始まったぜってなって12月末までしっかり楽しめる。そしたらまた1月ぐらいから記憶なんか記憶喪失1年って大体そうじゃない？1年って大体そうだよね。そうだから1年の半分記憶ない。いやでもマジで記憶ない。毎年、去年とかだって何してたっけ、まあみんなの卒業公演が1月だったでしょ、それがあってで、もうここが始まった2月末、3月とか何もやってないでしょ。だってそれはノイピーだけやってないんじゃないの。4月も5月も分かんないし、6月も分かんない。なんか7月ぐらいにさ、オーサムのあれやりましたよね確か。あれあれ8月だっけほんまに生きてたんか疑うレベルで覚えてないもう生きてたんか疑うレベルで覚えてないですね。ちょっとマジで、こうやって忘れていっちゃうものなのかな。今年の年末にはもうみんなと一緒に年越したりしないからさ、忘れてんのかな、え、どんな感じだったっけみたいになってんのかな。ね、卒業公演が2月にあったわとか言ってんのかなみんな。そういえば2月末だったねって、あれ2月末だったのかってなってるよきっと。アルビさんのイベント6月に出てた、確かに忘れてた。すごい覚えてるね。ノイピこんばんは。あのさ、59枚目シングル AKB さんひとみさんがセンターでしたね。すごいね、楽しみだよね。個人的にエリーがね、もう最近はずっと選抜に入ってるのも嬉しいですし、浅井奈々美ちゃん入ってた、すごい嬉しい。あれ選抜入ってて楽しみ。皆さんぜひね、ツイッターとかリツイートとかしてくださいね。ちゃんどういう曲かな。でも5月ぐらいだよね発売。楽しみですね。楽しみに待ちましょう。5月か。5月病とかなってるかなみんな。ならないようにね。
3月あのピがいない寂しさで食べ過ぎたりしちゃダメだよ。おやすみ。またね。明日ね。山ここ千秋楽見てくださいね。ねむむでした。止まんないよ。うりチャージだよ。おやすみなさい。バイー。明日ね、山ここ見てね。バイバイ。バイ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 。